いらっしゃいませ。
っとちょっと。いらっしゃいませ。
待てよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
っしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、
結局新井の兄貴に連絡が取れなかった俺は一旦事務所に戻ることにしたんです。おい、誰かいないのか。親父、失礼します。柴田組の手先だろうよ。きっとお前か俺の身柄が必要なんだ。まあそうだよな。どういうことですか秋山さん。ねえ兄さんよ、俺らの首持ってったって上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ。さあな、それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうちに逃げろ。え、何言ってんすか。悪いが俺の読みじゃお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん、後でスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。ああこれ、おっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ本職の脅しってのもその程度のもんか。今さら指とか古いんだよ。なんだと。そっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちりお前にはこっちの世界のやり方見せてやるぞ。望むところだ。仇だから遠慮すんな。しっかり弾を取ったりやれ。えい、彼らの格の違いを教えてやるぞ。
何やってんだてめえ。あ、やっべえな、こりゃ。秋山、お前ば、あ？今朝の忠告忘れたわけじゃねえよな。すぐ樋口さん。まあいい。言い訳はまた署でゆっくり聞こうじゃねえか。いや、それちょっと。それに俺、これに関しては被害者だし。うるせえ、すべこ言ってんじゃねえ。確保、確保だ。はい。やべ。待て、なかなか。待て、待ちなさい。間に合わなかったか。命拾いしたね。社長。ただいま。はい、お水。サンキュー。どっちにしても殺意気。